山田勝美47歳。さあ山田勝美、どうだ山田。そり立つ壁一つ目を登ったところでタイムアップ。暗闇に浮き上がる山田勝美、ミスターサスケ。しかし山田勝美、2012年の暮れ、壁を一つ登ってタイムアップ。生きる伝説、山田はまだまだ生きています。山田に制限時間はありません。それが山田です。1分45秒、山田にとっては短すぎます。山田は5分でも10分でもいいはずです。山田さん、はい、2012年今年のサスケは山田さんにとってどうでした？いや、1年半サスケが俺の中からちょっとなくなるのかなっていう瞬間があったんですけど、やっぱり自分の中の魂というか、そういう集中力というか、なんて言うんでしょう、思いっていうのは消えかけてたってあるんですけど、こう1年半ぶりにまた頑張ってもらえて、このサスケ復活してもらえて、この収録の日を聞いて2ヶ月半になりますけど、すごく、生活してて楽しくて、もう楽しくて楽しくて、毎日トレーニングして走って、しんどくなくてね、楽しくて楽しくて、仕事しんどかったんですけど、それがもう楽しくて今日の日を迎えれて、ほんと幸せなんですよ。今はもう若い子たちが台頭してきて、もう俺はもうその子たちに欠けてます。でも名文句にされているような、今日は泣かないですよ。でも名文句であるように、やっぱ俺にはサスケしかないっていうか、サスケを大好きで、第1回から腕立て伏せの時はね、秋山和彦と一緒にサスケやりながら、本当お前ほんますまんかったな、俺がもうリーダーとしても未熟やったから、出しなかったからこういう風になってしまって、でも本当みんな分かってほしいのは、オールスターズはみんなサスケがすごく大好きで、ずっと10何年間、秋山とはもう18年間ですかね、一緒に戦い続けてきて、本当ね、いいメンバーに巡り合えて、俺すごい幸せでね、今でもちょっと足怪我してしまったんですけど、前々日に、でもね、なんかスタートに立ちたくて立ちたくて1年半待ってたんで、この次のサスケがどうなっていくかっていうのが楽しみであり、どうなるかちょっと分かんないんですけど、やっぱり選手としてどうなるのか、指導者としてなるのか分かんないですけど、サスケが何十年続く方がサスケを見届けていきたいなとか思う気持ちはあります。というか、まだまだ若い子にね、伝えなあかんことがいっぱいあって、もっともっとサスケ好きになって、もっと練習して、落ちたらもっと悔しがって泣いてくれたらいいと思います。それぐらいサスケがどんどん好きになって、20代30代の子がサスケを支えていってほしいなと、それが俺の願いっていうか、もっと夢に対してね、一歩大きく踏み出してほしいなと。そんな勇気がいるもんじゃないですよ。落ちたって次頑張ればいいし、それが経験になるだけで、失敗でも何でもないです。諦めたらそこで終わりなんで、俺はまだまだサスケはどうなるか、まあ、何も決めてないですけど、本当にサスケが好きやっていうことだけみんなに分かってもらえれたら、あと若い子に譲れるかなと思います。ほんとなんかこんなだらしない結果で、いつもリーダーとしてもだらしなくずっとやってきましたが、本当サスケが、こればっかりですけど、サスケが好きで、今もすごく普通なら悔しくて泣いたりするんですけど、
すごい爽やかで、もう幸せです。本当はありがとうございました、みんな。ありがとうございました。